はい、パッとレトロゲームチャンネルです。今回ね、あ、第一段階だから、そっか、あ、この教習は完了してる、こっちか、こっちですね。はい、3次元目。これ路上教習とかあんの？ちょっとわかんないんで。安全な車間、制動距離と同じ程度の距離なら安全だ。停止距離と同じ程度か。かけない方が良い。さっきはかけた方がいいっていう問題でしたけど。安全確認してあげます。乗降客いない場合は一時停止しなくていいんだよね。あ、一時停止なんだ。あ、交通安全のステッカー、え、定められたもの以外は貼っていきます。これもあれだろう、文章が理想的で教科書同様。料理する人がいる場合は後方に停止して待たなければならない。あ、安全地帯は徐行なんだ。そうですね。まあ80点か。第一段階っていうのがあるからな。第二段階も。しかし仕事終わりに、仕事終わって帰ってきてやってんですけど、これセーブできないのきつい。次、技能教師。今日も元気そうだ。あ、今日車庫入れ、車庫入れなんですね。はい、じゃあ回収かかって回収回ってみようか。こういう感じでいいでしょ。やばいと思ったらこういう風にブレーキ踏めばいい。次は S 字。どこ？ここか。で、信号は赤。ちょっと止まってないと無点するんです。あ、やべ。インカ出すの忘れです。まあこういう感じだろう。で、次。あ、で、車庫入れってことか。そうですね。あ、ほう、展開しようってことか。あ、ほん、脱輪してないな。
て、あ、ウィンカーちゃんと、あ、すごい、今度は交差点、わかんない、交差点、交差点ってこっちか、でいいんだよ、え、違うね、え、どこ、交差点だからこっちかな、交差点だからこっちでいいの、こっちかな、あ、こっちだ、出してなかったからな、それで減点食らってんの、右に曲がってとかって言ってないから、こう曲がる超直前で、ほらこうやって車止まってくれんの、横入りして割り込みしても、次どこ曲がるの、駐車場まで行って、はい、どこの駐車場、あ、こっち、あ、ここなんだ、限定、どうしよう、こういう感じ、ぶつけてもいい、これクリアできるかな、クリアできないかもしれない、やべ、マジか、邪魔だよね、慣れてくんないか、じゃあ行くしかないか、どこを走ってるんだい君はって、バックで行くしかない、あ、こんな、あ、信号早いね、変わるの、はい、で、こっち右に曲がって坂道発進、なんか坂道っぽい、ちゃんと前修理台、あとで修理台、修理台って出るとちょっとやばいな、不合格、ほやほや、もう、まさか踏切があるとは思わなかった、
完全に油断してた。これでクリアしたらすごいよ。これは無理だ。98点、94点、100点なんだ、あれ。あー、目標300点か。結構難しいな、これ。いや、これいやー、やんなきゃよかったな。仕事休みの日にやりやがって。これ第一段階終わったらさすがにセーブさせてくれるよね。来るね、こういう連続でやってるとね。まさかな、セーブできない。まあ第一段階だったらさすがにセーブさせてくれると思うんですよ。で右に曲がって、左か。ここがちょっと分かりづらい。あ、こっち行けってことか。さっきこっち行けばよかったのか。したね。あー、脱輪って結構減点きつい。減点大変そうだな。結構減点食らうだ。あ、クラックがあるの。結構難しそうだな、これ。難しいと思うよ。今度は交差点を渡ろうか。交差点、危ねえ。ウィンカー出すのはです。あ、一応ダウンになった。終わりそうな気もするね。駐車場まで行ってくださいと。駐車場どこだっけ。あ、こう行けって。限定。あ、足に車ぶつけちゃったってことか。止めちゃっていいのかな。まあこういう感じかな。あ、脱輪機ぶつかったってこと。
な脱輪してないもんな、さっき。あぶね、シンガホンぐるっとって言ってもな、いまいちわからん。右左で言ってほしいんで。あーやべ、止まるの遅かった。サンキューに時間かかってるね。ウィンカーどうして遅かったか。あーさっきもここでぶつかっちゃったな。結構これ難しいね。これは結構難しいと思う。で踏み切りがあって電車は通らないけど踏み切りは。また不合格だこりゃ。駐車場のやつ難しいな。君さっきより点数低いんや。あー298点。脱輪で、ね、脱輪をなくせば多分クリアできると思う。はい、行きます。あ、スピード出さなきゃいいんだよ、ね。ここでスピード出しても外周だから。ピーピーうるさいけど、俺も追いついちゃった。ぶつけるとまた限定になる。修理代請求するとかって言われるから。どっかで左に曲がんねん。してくださいって言われた。結構神経質になっちゃうとね。
いいですか、まあ、で行きまして右に曲がる。今んとこ順調だけど、でここはちゃんと止まっといて、駐車場か。なんか手術中のオペやってるみたいです。なんかそういう音です。心拍数の音っていうんです。大丈夫だと思うんですよ、はい、あんまり余計なことしたくないっていうのがあるんですけど、四角ボタンをちゃんと押せばぶつけなきゃ。あ、こういう感じかな。はい、OK。最後にぐるっとってここで言うんだよなって話で、はい、ちゃんと止まって、さっきより時間かかってるな。やっぱり減点は食らってないけど、でここなんで気をつけなきゃいけない。はい、まあこういう感じで踏み切りがあって、ここ引っ掛けで、でウィンカー出して、特に何も送られなかったね。これでどうなんだ。6分29秒か。これでクリアできなかったら何が悪いの。おー、いいね。あ、399点。よかったです。はい、スタンプをしておきます。いよいよ、仮、長いな。仮免許か。じゃあ仮免許、やって45も以上。追い抜き自転車横断帯と追い抜きはできると思うんで、通行することができ、あ、丸だ。これは、あ、戻ることができるんですね。キュンキュン使っちゃダメでしょ。で
ね。やっぱ熱っぽい気がするんだよな。バツでしょ。これで余地がなければ注射。確かそうだったよね。追い越しをするとき中央から右側にはみ出して、ね、いけない気がする。5だっけ、違ってんの。確か3と8だったような気がする。校舎じゃなかった、ね、丸っぽい。バツだってな気がする。で、通路の向こう側だっけ、バツだって気がする。大体禁止や。確か可能だったよ。え、下り坂で前の車に停車するときに丸。これそうだよね。これ違う、優先通り。車を乗り入れてはなる。30キロだっけ。自動二輪って、あれ分かんない、バツだと思った。バツ絶対に鳴らしてはいけないってことないと思う。必要、あ、間違えた。必要ない、まるだね。徐行したことにならないでしょ。自転車横断帯を示して安全確認をしてから60キロだと思うんだよね。自転車に乗って通行しては、それだけじゃないと思うんだよ。バツっぽいね。横断禁止だって。その表記ね。確か停止、あ、そうだよね、停止禁止部分だったよね。あ、ビートつけるだけで良いっていうのがちょっと分かんない。できる、わかんないね。できんじゃないかなって。5メートルだっけ、丸。こりゃ絶対不合格だ。80だと思ったんだ。
できないけど。うん、いいんじゃない。試験集。多分クリアできない、これ。ちょっとわかんないね。何点取れるかわかんない。39。追い越し、ああこうやって勉強できるんだね。両方とも禁止なんだ。ああ。図の表示のある道路で矢印のように。ああ。OK。全開禁止。やっぱ、あ、そうなんだ。使っていいんだ。ダメ。ちょっとダメ。駐車できんだ。あ、これいいのか。あ、2.5 なんだ。三輪と 660cc 以下の普通自動車の積み、地上から 2.5m。 あ、 3.8。 大型貨物用車、大型特殊自動車 3.8。 あ、歩行者もダメ。丸だって。そうなんだ。ああそうだね、自動車専用道路120。ああそうなんだ。禁止部分を示す。で、バツ。あ、駐車のみ禁止なんだ。わかりました。結構難しいね、押していると。セーブできないの、これ。もうちょっと待ってくれ。第一段階。教習所のシーン。あれ、メモリーカードの容量がないからあれなのかな。ちょっと待ってください。できそうにないんだよね。あ、丸押しちゃったよ。ちょっと待ってください。メインメニュー、システム。ないんだよね。セーブモードがないんで、
わ、またできない、罰だ、罰だね。普通自動車は罰っぽいんだよ。B 車の方が正しい。駐停車、駐停車禁止されてんじゃん。50km じゃないじゃん。これはそうだよ、乗り入れたい。踏切とその端からこれもできないと思うんだけど、まあありそう、そうなんだろうね。いざ聞かれると分かんない。あ、これもあれだと思う。パーツ。冬だったじゃん。バツ。車線減少、車線減少で。できない。キープリフトだから×だね。できない。展開を禁止するんじゃない。してます。これはパーツだったような気がする。出してはいけない気がするんだよ。必要なのかな。できなさそう。さっきこれもあるだ、さっきの問題に復習しました。自動二輪、大型自動二輪車、最高速度60キロか。×だった。大人3人、12歳子供3人。できんじゃないかな。2人乗りができる。できない。バツ。できんできない。丸っぽいよね。3m もいいよ。駐車しては必要な。ここはできない。丸っぽい。
ことに気を使う。あ、これ横断歩道で。まあこれでいいと思う。45問正解って結構きつい。これなスキップできない。41点か。41問しか正解できませんでした。何間違えたんだね。あ、俺背負いしちゃってんだ。駐車が禁止。あ、駐車のみ禁止なんだ。6番間違えたんだ。あ、100m 以上。6番間違えてたんだ。横断歩道の標識なんてなんか難しい。あ、750km 超えるときは禁止免許必要。その手前からなんだ。ほほほ。100m 以上さ、同じ問題が2回出る時もあるんだ。ああ。大人2人なんだ。2人。そういうこと。これこれ、ちょっとだけ徐行になる。あれだもん。ダメ、軽音機も使う。ああ、そうなんだ。やべ、クリアできねえかも。大国本当に退学する、退学しちゃダメだ。退学ってさ、説明書に書いてないんで。退学、退学はね書いてない。わかんない。まあこれでとりあえずセーブ。ちょっとクリアできませんでした。セーブできたね。え、どうやって俺やったのさっき。あ、第一弾か。これさっき飲んで。ちょっとわかんない。退学すると、はい、またも、あ、これでといいのか。退学でセーブできんだ。多分大丈夫だと。
多分ロードできると思う。あ、ロードできるから、まあ大丈夫でしょう。じゃあとりあえずここで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。